暑い。今日は奥さんとタイ旅行1日目でございます。とりあえず早くビール飲みたい。暑い。とりあえず今日はもう32度3度ぐらいで湿度が 80% 死ねる。あっちこっちの氷入りビールうめえ。シーフードのカレー炒め見えるかな。見える。うまそう。うめえ。台風オムレツ。夏変な色してね。夏緑だけど。トムタン、トムタン、これ辛いやつ、辛いやつでした。トムタンも一番美味しいよね。あ、うめえ。うわ。もやし全然火入ってない。生だもやし。ちょっとこれは怖いからやめとくわ。生はあんまりね、東南アジアで生野菜はおすすめしないです。うんうん、うまっ。すげえバジル。これが台風オムレツだ。台風オムレツ。こんな感じでございます。こんな感じでテーブルがいっぱいです。うん、まあまあ酔っ払ってるよ。だってだんだん、あ、そっか、あ、うまっ。中くてもうめえわ、これ。追加で米粉の太麺で作ったシーフード炒めと、これが焼き豚か、焼き豚。うまっ、うまっ。あっ、なんかうめえ。外野、これ外野、これ外野、外野。なんか酸味の効いたソーセージの卵炒め、炒め、卵炒め。
さそう。なんかね、発酵したソーセージって感じ。なんかよだれ出てきた。こんな味やって感じ。匂いはすげえうまいんだけど。ああ。はははははは、うまい。こんなところで明日からはメガモノ取ってきます。あー酸っぱかった。またね。